になるわけですけれども、去年でまたこの事業だけじゃなく都民の皆様に楽しんでいただけるような芸術文化イベントをたくさん用意しております。ぜひそちらの方にもお入りいただき、東京都の芸術文化活動をご支援を皆様のご支援をいただければというふうに考えているところです。ご挨拶ながらてしまいましたが、本日演奏を披露していただきます警視庁音楽隊ですけれども、昭和23年発足ということで、75年の歴史がというふうに聞いております。都民の皆様と警察等を結ぶ音の架け橋ということで、さまざまな活動をされていると聞いています。世界のおまわりさんと平成8年から1996年から行われているコンサートでは、国内外で活躍をされていて、世界の各国の音楽隊ともご協力されている、大変な貢献をいただいているというふうに聞いているところでございます。それでは、昼のひととき、この4月の爽やかな日差しのもと、決して音楽隊の演奏をぜひお楽しみいただければと思います。どうもありがとうございました。